どうも、のんきちです。今日はですね、10月4日筑波サーキットコース1000で行われた、バリアフリーフェスタ2015、まあこれと一緒に私同時に行われたハンディキャップドライバー日本一決定戦にも出場したんですけども、まあそのバリアフェスタ日本一決定戦の会場の様子ですね、こちらの方を撮影してきました。まあちょっと初めにですねお伝えしますけども、私日本一決定戦の選手として出てたということもあって、なかなかちょっと撮影する時間っていうのが作れなかったんですけども、時間を許す限りちょっと撮影はですねちょっとしてきましたので、会場の様子をですね、お伝えしたいと思います。どうも、のんきちです。今日はですね、つくばバリアフェスタ2015筑波サーキットコース1000の方に来ております。私はですね、ハンディキャップドライバー日本一決定戦の方に出場のためにちょっとなかなかで、ね、このイベントの様子みたいなのをちょっと今うまい具合に撮影はできてないんですけども、紹介をちょっとでもしていきたいと思います。ここにあるリッツからマーチまでの車両が、日本一決定戦に出場している車ですけども、ランエボから GTR、リッツ、マーチ、いろいろ、まあ、ポルシェもいますけども、もういろいろですね、その BM のステーションワゴンなんていうのもあるぐらいですからね。まあ、この中で排気量によって差をつけたりとか、あと運転補助装置によって、ハンデがついてますね。はい、これはですね、スプリントレース用のマツダデミア、手動装置&左アクセル仕様の、レースカーになってますね。ナンバー付きのレースカーですね。まあ、こんな感じで室内はロールケージが張り巡らされてスパルタな感じですけども、よくですね見るとわかりますかね。はい、この車両はですね、オートマベース CVT ですね、 CVT ベースになっていて、でここに手動装置、これでアクセルブレーキが操作できますね。手前に引くとアクセルで、奥に押すとブレーキになるようになってますね。ブレーキがかかるようになってます。そうですね、これ今折りたたんでる状態ですけども、右足が、まあ、欠損したりとかで動かせない人が使えるように、左足のアクセルペダルが、設けられております。左足でアクセルを踏んで、左足でブレーキが踏めるようになってますね。まあ、通常のアクセルのペダルもこっちにあります。普段は右足アクセルを使う人はこんな感じで折りたたんでるんですね。これ多分あまり私も構造よく分かってないんですけど、多分左足がアクセル、左足のアクセルペダルの時は右のアクセルペダルもこれ折りたためるようになってるんですよね。安全上の理由で折りたためるようになってるんだと思いますね。CVT の利点としてはパワーバンドから外れずに走ってくれるという利点もあるらしいですね。まあ、CVT はそういう利点ですけども、マニュアルにはマニュアルの利点もあります。CVT はそういう利点があるということですね。車両の仕様です。1500のCVT ミッションですね。はい、今度ご紹介するのはグラインドモータースポーツ用の競技用のカートですね。まあ、実際に競技としてまだ、成立したのはないと思うんですけども、レースとして、これはですね、まあ、新たなその試みみたいなもんだと思うんですけども、これ文章に書いてあるんですけども、ブラインドモータースポーツの創設を宣言しますということで、まあ、これからですね、これからブラインドスポーツ用としてそのこういったカートもありますよ、作りますよ、
ていうことでできますよということをやっていくということでですね、これはですね前席後席でですねアクセルペダル、ブレーキペダルがあります。こっちは通常よく見るアクセル、ブレーキペダルですね。で、新たに後席用の人でアクセルとブレーキのペダルがあります。こっちがブレーキでこっちがアクセルですね。説明を読むには、前の席に、視覚障害の方が乗り込んで後ろにナビゲーターの方が座って、で無線の指示で、車をカートを運転するというやり方なんですね。ナビの人はその声だけじゃなくて、ドライバーへ肩をの押し引きで指示もすることができるというふうに書いてますね。後席のアクセルとブレーキっていうのは本当に緊急用として付けられているということですね。まあアクセルが踏むようなことはまあないと思いますけども、ブレーキは必要ですからね、緊急用のブレーキとして。そんな感じですね。視覚障害者の方のモータースポーツもいいですよね、こういうの。だけどこれちょっと今ふと思ったんですけども、ナビゲーターの人すごい足を開いて乗らないといかんですね、これ。ブラインドモータースポーツ用の、競技用レーシングカートでした。といった感じで、最後は、オートバイの、体験試乗会、今オートバイといっても速車がついて三輪のに改造されているオートバイでしたけども、障害を持った方のオートバイの、クラブですね、このミーティングが今回ありまして、これの体験サーキット走行、試乗会みたいなのがありまして、まあそれを言ったものもあったんですけども、まあちょっと、先導車がですねペースが速くて速車が浮いてしまうようなですね、軽いハプニングがありましたけども、あとこの他にもオートバイだけじゃなくて、四輪自動車のですね、サーキット体験、試乗会ですね、まあゆっくり回それもゆっくり回ったんですけども、そういったのもありました。あとですね、京都からオサムファクトリーというところで出しているそのスバルの BRZ のアクティブクラッチのですね体験試乗会がありました。このアクティブクラッチって何ぞやっていう話ですけども、マニュアルの BRZ、 マニュアルトランスミッションの BRZ なんですけども、
これを、オートマ限定でも乗れるようにですね、改造された、車なんですよ。だからアクセルブレーキのその、手動装置をつければ車椅子の人でもマニュアルトランスミッションの車が乗れてしまうというそういった仕様の車です。これですね、ちょっと時間の都合で撮影あと運転ちょっとできなかったんですけども、来年もですねあれば、ちょっと体験試乗会っていう形でちょっと運転させていただいて撮影もしてみたいんですけども、ちょっと今回ご紹介できなかったのはちょっと残念でしたけども、そんな感じですね。はい、といった感じでちょっと長くなってしまいましたけども、最後までご視聴していただきありがとうございました。では